大ドバイ日本国総領事館は、アラブ首長国連邦第2の都市にして、ドバイ首長国の首都ドバイに設置されている日本の総領事館である。2020年8月より、関口のボルが総領事を務めている。1971年12月、日本がアラブ首長国連邦の独立を承認。1974年4月に、同国の首都アブダビに、 日本の大使館が設置された。1981年度に在ドバイ、出張中在館事務所が開設された後、1995年1月、出張中在館事務所が昇格する形で、ドバイに総領事館が開設された。2017年10月1日時点で、管轄区域内の在留法人数は3039人となっている。これは、 在外交官別で見ると、第73位に過ぎないが、中東では最大規模であり、在アラブ首長国連邦日本国大使館の約2.94倍に相当する。ドバイ首長国、シャールジャ首長国、アジュマーン首長国、ウンムアルイコールカイワイン首長国、ラースアルハイマ首長国を呼び、フジャイラ首長国を管轄。ありがとうございます。